いただいて見事世界一になれましたね。本当に。そして一番活躍してくれたのはみんなね、イスリン幼稚園の子供たちが夢を持って、そして応援するために、ロープでね、ウサギの絵を描いてくれたりね、で歌を歌ってくれたり、そして応援してくれたよね。でそのおかげでイギリスのロンドンというところから、ギネスブックの本部にある、いらっしゃいます石川かおるさんという人にね、5月8日にはここに親部にも来ていただいて、そして見事に出来上がりましたね、世界一ですよ、おめでとうということをね、言っていただきました。で皆さんはその石川かおるさん宛てに今ね、世界一ありがとうというね、はがきを書いてくれたわけね、でだと思っておりますので、これからもね、まだ小さいからね、わからないと思うけれども、夢を持って楽しい楽しいね、そういう、大人になっていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとう。はい。わー、すごいね。ありがとう。今日は世界中の子どもたちがという歌をみんなで元気な声で歌いたいと思います。聴いてください。
ありがとうね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり、ね、夢専務席の、あの時も郵便局の、まあ、市内の郵便局だけでなく、もう、うちの地区の郵便局12局ですね、合わせて約7、80人ぐらいの人数にお伺いしまして、これからずっとこれは各局回るんです。そうですね、一応コース、2週間単位で当局皮切りに、津田郵便局さんとか、あの北神田で中央、あの最後は中央橋さんのところまで、市内6郵便局を全部巡回展示中で、2週間単位で9月の中旬ぐらいまで予定をしております。はい、こんにちは。はい、こんにちは。今日から小矢部結び、2010の写真展が、はい、この小矢部郵便局で始まりますけど、このきっかけは何なんですか？そうですね、はい、昨年、そして今年の5月8日と、2回にわたってギネスに挑戦、夢結びということで、世界一に挑戦してきたわけなんですが、はい、そのところにですね、郵便局の皆さん、去年は約70名、はいはいはい、で今年も、12名の方々に参加していただいて、うん、でそれをきっかけにですね、こういう写真展を、まあ、開催してあげようかという温かいあの言葉をいただきまして、でそれが縁でですね、こういうふうに今日は幼稚園の子どもたちに参加していただいて、うん、まあ、素晴らしいオープニングセレモニーが行えたということですね。このやっぱりその世界一になったという感動をもう一度市民の皆さんとかその郵便局のお客さんにお伝えしたいという、そうですね、再度そういうあの市民の方々にもお知らせしたい、そしてあの夢とかロマンとかね、感動とかを市民の皆様と共有してみたいなということで行わせていただきました。子どもたちすごいもの作ってきましたね。そうですね、スリニ幼稚園の子どもたちがね、またあの世界一ということで、国際交流にもつながるだろうということでね、頑張って、こういうジャンボメッセージカードをね、作ってくれましたね。大変感謝しております。小さい頃からね、この世界のね、国々そのね、国際交流ができるということは、大きくなった時は大きな力になります。そうですね。分かりました。じゃあこの、あの展示展はこれ順次市内の郵便局を回るということですか？小矢部郵便局さんの計らいでですね、小矢部市内の6郵便局で、この後順番に巡回展を開いていただくということになっております。皆さんぜひまた見に来ていただきたいなと思っております。これは実際の認定証、本物ですね。本物と言いますか、当日いただいたものの認定証なんですが、これにその2069メートル、はい、と書いてありますね、はいはいはい、これが、世界一、結ばれた長い長馬ということですね、ローグですね、はいはい、で、これを世界一になったわけですから、まあ、誇りにしながらですね、もっともっと大きい、夢を皆さんと共に、見ていきたいなと、思っております。はい、じゃあたくさんの皆さんに見てほしいですね。はい、そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。